はい、どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トロマン TK です。ではね、前回の続きからやっていきましょう。バッテリーのマス目が増える。やめて。え、そんなんやめて。頼むからやめてくれ。邪魔やな、ほんまに。早く逃げろ。ここはもう敵の陣だ。ほら、ほんまに。民のため。お、なんかおる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 。耐え忍いでみせようぞ。デクどもが潰し合ってるね。救いようもないね。救いようもないね。ほんまにもう。黒い位置のくせに感じてやがるのか。英雄たる俺様の醸し出す風情ってやつをよ。え、そう、え、何起動してもうた。今ここで時を費やしている場合じゃないのに。ありがとう、よく持ってきてくれた。だが放電は負担が大きい。当面は控えろよ、戦つ。よし、オープンね。雨かける戦つ様、もう一度見たかった。お前は感じないのか。なかなかいい感じですね。うって、いや、あかんあかんあかん、ちょっとやめて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 よ、ほんまにもう、こういうのってよ。いかなる戦においても、ただ勝つ、それが戦つ。タイモ、これじゃやられるって。この刃をこぼそうとは愚かだ。なんのやろ、なんのじゃなくてなんのやろ。ピスタチオ。あかんわ。ちょっと待って。変化、お、まさか。おっしゃ、来た。よっしゃ、なんとかうまくいけた。本田忠勝。一発で落ちますからね、この無敵やって。無敵になったら、ただやられる可能性も十分にあるけど。うん、俺は無敵。変化のマス目が増えるか。どこに行ったらいいんかな。あそこやねんけど、あえて、あそこってどこ、どうやって行くんやろ。いや、せい、なんか出とったね。気のせいか。ああ、これや、多分これや。いや、違うわ。お、立ち目の発見してましたね。まあいいや、適当で。バッテンのマス目増えんのやめて。え、嘘。どっから行けと。あ、いけるやん、普通に。え、なんでいかんかったんや、俺は。痛い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 。雲の巣のごとく遮る。ここを通すわけにはいかんのだ。確かに敵は力強い。なぜに。だが、お前たち。おお、体力回復。レベルアップしましたね。レベルアップは大事やで。うん。
ドラバルート4戦目やからやからね。頼む。おう、まだある。よっしゃー、やめてよ。うわ、ではバッテンラニュ。うわ、あかん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 、ちょっと、おぉ、逃げる。次は俺の番か。怖くねえ、怖くねえぞ。いや、俺の方が怖いって。やられるからね、ハンコダイヤンけ。宮本武蔵。ああ。頼む。なんだこの野郎。え、なに、え、全然、え、あれ、おお、と帰っていったわ。助かった。乱入に飽きて撤退か。て飽きることあんのか。そうであろう、皆の衆。突き進むのみ。よいしょ。早いこと向こう行きたいね。戦はまだ終わってはおらぬ。あれ、なんで出てこない誰も。お、無理はするな。次動けばその命を奪う。戦流れが良くねえからこそ、うん、槍の振るいがいがあるってもんだ。よしや、ん、どうしたらいいんや。うん、あ、もう開いてんのか。やばい、ちょっとグダグダ感が否め。まあここら辺の敵はスルーしていきます。さすがにちょっと時間かかりすぎやろ。うん、いた。その刃が徳川家康殿の神事、いかなるものか。私は剣。会いたい。徳川家康、お前に天神様を砕かせはしない。徳川だけじゃない。おっしゃ、これ勝つぞ、勝つぞ、この野郎。ほんまにも、私は天神様を守る。おっしゃ、将軍の片腕となった上杉殿に真の歩みがあるとすれば、この胸の中の虎の魂も竹にも止められぬようだ。願わくば、そこに空の鼓動もある。痛い、なくちゃけど、当たった。痛い。わしは決めた、この両腕を精一杯広げると。うん、見つけた。うん、上杉謙信。ちょ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 。もう、なんで2匹も、2匹って。まさか、お前があの夢の。待たれ、なぜお前がここに。綺麗事やろう。もうトール様を見下してんのか。そんなことはない、官兵衛の下で働く有能な男だ。せんだよ徳川、そして上杉、ぶっ潰してやるよ。うん、ぶっ潰してやるよ。剣心様に手を出すな。へそ出し女か。てめえは場違いなんだよ。へそ出し女か。次用心なさい。かの者の本性、他を飲み込む無名の矢。お下がりください、剣心様。悪夢などこの剣がすぐに切り払ってみせます。待たれ、お前との行き違い正させてくれないか。クソが、又兵衛様だぞ。あの又兵衛様だ、分かってんのか。又兵衛様も分かってんのか。
どうしても剣士様を遮るというのなら、よし、レベルアップ。おお、剣心様、美しき剣、お前が無事でよかった。マジか。え、こんな感じで死んじゃう？はい、よいしょ、よいしょ、ほらよ。まあ、こんな感じですね。はい、では、一旦ここで切って、次にやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。